県内では今日新型コロナウイルスの感染者が新たに404人発表されました。県は新規感染者数が未だ高い水準で推移しているとして、まん延防止等重点措置の延長を国に要請することを決めました。今日発表された感染者404人の内訳は、新潟市で157人、長岡市で74人、上越市で22人などです。病院や学校、福祉施設の関連で新たな集団感染が確認されています。新潟市では入院していた患者1人の死亡も発表されました。県内は今月2日に過去最多の700人の感染が発表されるなど、感染者数が高い水準で推移しています。第6波に直面する中開かれた県の対策本部会議。国に対するまん延防止等重点措置の延長要請について検討したいと思います。県内は先月21日からまん延防止等重点措置が適用されています。これに伴い、県は今月13日までを期限とし、飲食店に対して営業時間の短縮や原則酒類の提供禁止などを求めてきました。しかし、依然として新規感染者数や検査の陽性率は高い水準で推移。高齢者の感染に伴い、重症や中等症の患者が増えることが懸念されています。こうしたリスクを踏まえて、県はまん延防止等重点措置の延長を国に要請することを決めました。飲食店に出されていた時短要請なども延長されます。飲食の場面が一番リスクが高いのは事実でありますので、そこに何らか制約制限を加えるというところを今なかなかやめるわけにいかないですねと。まん延防止等重点措置適用の延長もお願い要請しつつ、ワクチンの接種は、とにかく急ごうということを、確認したということです。感染の収束の鍵として期待される3回目のワクチン。県は64歳以下への接種を急ぐため、前回の接種から6ヶ月経過した住民に対して速やかに接種券が届くよう市町村に協力を呼びかけています。